玉美知識認定コーチの西村です。今日はレーザー脱毛は痛いよという話題をお伝えします。先日脱毛のお話を3回にわたってお届けしたところ、見てくださった友人の方から言われました。まゆまゆ、肝心なところを説明あなたしてないわよって。あれ何だったっけって話なんですけど、それはレーザー脱毛はすこぶる痛いっていうことです。なぜかと言いますと、レーザー脱毛っていうのはですね、メラニン色素がある毛根の部分にレーザーの光を当てて焼いて細胞を殺しちゃうっていう治療なんですね。毛の根っこを焼いちゃうので、やけどと同じなんです。ということは、めっちゃ痛いです。特に V ラインのところ。足の付け根とか陰部の部分って皮薄いじゃないですか。皮が薄い上に、エッチするときに気持ちいいっていうことはですよ。で、その部分って柔らかいし、神経たくさんあるってことでしょ？痛いですよ、当然。多くの人にとっては人生最大の痛みにおそらくなるはずです。ベシッって光を当てるんですよ。光の当て方って普通の外科さんとかだったら、この親指台ぐらいのなんかそういうショットをベシッベシッベシッって当てていくんですけど、そのペシッペシッの一つずつの時がうぎゃっうぎゃっってぐらいに痛いです。飛び跳ねて涙が出るのを我慢して耐えればツルツルなお肌が手に当たるということなので、喉元すぎれば暑さ忘れるって言うじゃないですか。私すっかり忘れてたぐらいですから、大したことありませんとお伝えします。ちなみに男性のここひげのそのレーザー脱毛も痛いらしいですね。多分同じだと思うんですよ。毛が濃ければ濃いほど痛いので、男性ここレーザー脱毛もしするとき超痛いらしいのでお気をつけください。